では、行きます。お世話になりました。では、キリビを。何すんだ、バブア！イノスケ！バカじゃないの！キリビだよ！お清めしてくれてんの！危険な仕事に行くから！ああ！どのような時でも、誇り高く生きてくださいませ。ご武運を。意味わかんねえぞ。もういいから、行くぞ。ありがとうございました。誇り高く、ご武運。どういう意味だ。そうだな。改めて聞かれると難しいな。自分の立場をきちんと理解して、その立場であることが恥ずかしくないように正しく振る舞うことかな。それからおばあさんは俺たちの無事を祈ってくれてるんだよ。その立場ってなんだ。恥ずかしくないってどういうことだ。それは正しい振る舞いって具体的にどうするんだ。なんでババアが俺たちの無事を祈るんだよ。何も関係ないババアなのに、なんでだよ。ババアは立場を理解してねえだろ。急ごう。うん。よし。待ってくれ。ちょっと待ってくれないか。善逸、どうしたんだ。怖いんだ。目的地が近づいてきてとても怖い。何座ってんだこいつ。気持ち悪いやつだな。なんだこの匂い。助けて。大服を着てる鬼殺隊士だ。何かあったんだ。大丈夫か。どうした。つながっていた俺にも助けてくれ。おい今のって。俺は行く。俺が先に行く。お前はガクガク震えながら後ろをついてきな。腹が減るぜ。腕が鳴るだろ。しゃあよし。風に乗ってすごい刺激臭がする。鼻が効かない。これじゃ鬼の位置がわからない。これまで以上に慎重に進まないと。蜘蛛の巣だらけじゃねえか邪魔くせえ。伊之助、何の用だ。ありがとう。伊之助も一緒に来ると言ってくれて心強かった。山の中から来たよじれたようなまがまがしい匂いに俺は少し体がすくんだんだ。ありがとう。ほわほわ。山に引きずり込まれた大使は大丈夫だろうか。早く見つけて助けてあげないと。雑魚だからあんな目に遭うんだ。俺だったら失敗しねえし捕まんねえ。
俺たちよりも先に山に入った大使を探さないと。少しでも早くみんなを助けて、そして鬼を撃つ。嫌な雰囲気だ。山全体が恐怖に包まれているような。伊之助の存在がありがたい、本当に。ん？よし。これ以上は進めないな。他の道を探さないと。なんだこの山は。雲ばかりでつまんねえ。俺たちを呼んどいて、一っ子一人いねえじゃねえか。どういうことだ、モンジロ。とりあえず、もっと奥に入ってみよう。そこにきっと、大使がいるはずだ。あと、俺は炭治郎だ。人がいる。鬼殺隊だ。応援に来ました。階級水の塔、かまど炭治郎です。水の塔、なんで柱じゃないんだ。水の塔なんて何人来ても同じだ。意味がない。
さっさと状況説明しやがれ、弱味噌が！カラスから指令が入って、10人の隊員がここに来た。山に入ってしばらくしたら、隊員同士で切り合いになって。誰か階級が上の人を連れてきて。そうじゃないとみんな殺してしまう。お願い。こいつらみんなバカだぜ。大使同士でやり合うのはご法度だって知らねえんだ。いや違う、動きがおかしい。何か背中側、甘い奇妙な匂い。糸、そうか、伊之助、糸だ。糸で操られている。俺も気づいてたね。操っている鬼がいるはずだ。どこだ。まただ。すごい刺激臭。伊之助、このままじゃキリがない。操っている鬼を見つけなければいけない。でもさっきから変な匂いが流れてきていて、俺の鼻がうまく機能しない。もし君が鬼の位置を正確に探る何らかの力を持っているなら協力してくれ。それから村田さんと俺で操られている人たちは何とかする。伊之助は僕たち家族の静かな暮らしを邪魔するな。浮いてる。いや、糸の上に立ってるんだ。お前らなんてすぐに母さんが殺すから。母さん、誰にも邪魔はさせない。僕たちは家族5人で幸せに暮らすんだ。僕たちの絆は誰にも切れない。どこ行きやがるてめえ。勝負しろ、勝負。あの子はおそらく操り糸の鬼じゃないんだ。だからまず先に。ああ、分かったっつーの。鬼の居場所を探れってことだろ。うるせってことだろうが。獣の呼吸、七の型、空間式核。見つけた、そこか。あっちだ、ビンビンに感じるぜ。見つけたのか。すごいぞ伊之助。敵の居場所が分かったんだな。だったらここは俺に任せて先に行け。え、情けないところを見せたが、俺も鬼殺隊の剣士だ。ここは何とかする。鬼の近くにはもっと強力に操られている者がいるはず。二人で行ってくれ。わかりました、感謝します。ぶっ倒してやる。私に近づけば近づくほど糸は太く強くなり、お人形も強くなるのよ。母さん、勝てるよね。ルイ、ちょっと時間がかかりすぎじゃない？早くしないと父さんに言いつけるからね。大丈夫よ、母さんもやれるわ。必ずあなたを守るから。だから父さんはやめて。父さんは。だったら早くして。あの人形を出すしかないわね。こっちだ、かなり近づいてるぜ。風向きが変わって鼻も効くようになってきたぞ。匂いはあと2つ。いる。
助け。俺の方が先に気づいてた。首がねえ。あいつ急所がねえぞ。ないものは切れねえ。どうすんだ、どうすんだ。伊之助、一緒に戦おう。一緒に考えよう。この鬼を倒すために力を合わせよう。畜生が、急所がねえならどこ狙えばいいんだよ。腹か、腕か、足か、あっかんねえ。首がない鬼と戦うのは初めてだ。動きを見て、それで対処法を探れ。俺ならできる。落ち着け。避けられないことじゃない。当たり前だ。俺に避けられない攻撃はねえや。その息だ。かわれ、俺とかわれ。しっかりしてやれ。次から親分と呼べよ。いるからだ。だったら体に大きな損傷を与えれば。でも動きが止まんねえぞ。てめえ痩せ我慢すんか。寒天の自由。優しい雨に打たれているような感覚。少しも痛くない、苦しくもない、ただ温かい。こんなにも穏やかな死が来るなんて。これで解放される。あの目、優しい目、透き通るような。人間だった頃、誰かに優しい眼差しを向けられていたような気がする。十二鬼月がいるわ、気をつけて。あ、十二鬼月、この山には十二鬼月がいるのか。十二鬼月の血は、鬼仏寺の血もかなり濃いはず。血を奪えれば、禰豆子が人間に戻る薬の完成に近づく。そうだ、伊之助。
したかよ。伊之助は体は大丈夫か。俺に対して細やかな気遣いをすんじゃねえ。さっきの鬼からは恐怖と苦痛の匂いがした。死を絶望するほどの。この山は一体どうなっているんだろう。俺、嫌われてんのかな。普通置いてくか、仲間を道端に。説得しない？仲間なら。二人で説得してくれたらさ、行くからね、俺だって。それなのに二人でさ、怖い山の中へ、スタコラさっさですか。置き去りにされた俺の気持ちよ。はぁ、あ。ねずこちゃんだったらきっと優しく励ましてくれるに。違いな。ん？あいつ炭治郎、ねずこちゃん持ってった。なんで俺の大切なねずこちゃん持ってってんだ。とんでもねえ炭治郎だ。危ないとこ連れてくな、女の子を。バカ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 。ねえ、ずこちゃん。いっと、なんかチクッとした。なんじゃもう、腹立つ。炭治郎たちも見つかんないし、最悪だよ。どこ行ったのよ。どっちよ。ねえずこちゃん、炭治郎。はあ、周りを見渡しても蜘蛛の巣しかない。こんなところはねずこちゃんに似合わない。ねずこちゃんに似合うのは一面の花畑でしょう。ふと思ってみれば、俺今一人じゃない。一人ってことは鬼が出たら大変なことになるんじゃない。どうだった、炭治郎。どこよ。ドワー！なんでだよ！フクロウでもないのに夜に飛ばないでくれ！何？何なの？ねえ、なんか俺をつけてない？ねえねえねえ、つけられてない？やめてやめて、もうガタガタだから、足も心もガタガタだから。あー！急に落ちてくるなよ。心の準備をさせてくれよ。いやー、増えてる、2匹いる。もう3匹で準備してたんだよ俺は。でも減ってるじゃん、1匹じゃん。減ったら減ったでドキッとするんだよ。いや
めちゃくちゃ出てきた。普通さっきので終わりでしょう。なんで出てくるのよ。俺の心をもてあそばないで。え、何これ。禰豆子ちゃん、炭治郎。あー、もういないじゃん。どこにもいないじゃん。炭治郎、俺の禰豆子ちゃんをどこまで連れて行ってるのって話よ。ほとんあと臭いんだよこの辺。臭い。雲がカサカサする音すごい気持ち悪いし、いや雲も一生懸命生きてるんだろうけどさ、もううるさいよ。じっとしてて。あー、こんなことは。地面なんですけど、地面雲なんですけど、どういうことこれ、どういうこと。夢であれよ、お願い。夢であってくれたなら俺頑張るから。起きた時禰豆子ちゃんの膝枕だったりしたらもうすごい頑張る。畑を耕します。一旦でも二旦でも耕してみせる。だから悪夢から覚めてくれ。何あれ、人間が雲にされてんの。家浮いてんの。なんかチラチラ見えるけど、糸。そしてくっせえ、刺激臭すげえ。鼻が利く炭治郎なら死んでるわ。喉まで痛くなる匂いだ。涙出てくる。目も痛い。でかいわ。でかすぎるよ。俺、お前みたいなやつとは口きかないからな。お前はもう負けてる。話しかけんなよ。嫌いなんだよお前みたいなやつ。手を見てみな。はぁ、あ、手が何さ。え、毒だよ。噛まれたろ雲に。お前も雲になる毒だ。師範国語には俺の奴隷となって血を這うんだ。まずは手足にしびれと痛みが出てくる。次にめまいと吐き気が加わる。さらに激痛が来て体が縮み出し失神する。そして目覚めた時には。いやーいやー。何してるんだお前。うるせえよ、うるせえ。怯えることはないぞ。毒が回りきって雲になったら知能もなくなる。いやだからそれが嫌なんだわ。それがなんでわかんないのお前さ。友達恋人いないだろ。嫌われるよ。嫌だ嫌だ、あんな風になりたくない。しっかりしろ。泣くな、逃げるな。そんな行動に意味はない。嫌な人生だよ。雷に打たれてさ、髪の色変わるし。
俺が一番自分のこと好きじゃない。ちゃんとやらなきゃっていつも思うのに、怯えるし、逃げるし、泣きますし。変わりたい。ちゃんとした人間になりたい。でもさ、俺だって精一杯頑張ってるよ。なのに最後、髪ずる抜けで化け物になんの？なんなんだこいつは。いや、ちょっとでいいから一人にして。ちょっとでいいから、ちょっとでいいって言ってんじゃん。こんなこともわからないくらい知性なくなっちゃうの。うわー、やだやだやだ、勘弁して。バウ失神？なんという腰抜けだ。俺たち一族を殺しに来た鬼狩りではないのか。頭から落ちて死ぬぞ。何なんだ。信じるんだ。地獄のような鍛錬に耐えた日々を。お前は必ず報われる。なんだ、先ほどまでと雰囲気が変わった。極限まで叩き上げ、誰よりも強靭な刃になれ。こいつ、行け。耳障りな音だ。おやおや、早いぞこいつ。こちらの攻撃は追いつかない。逃がさない。もうだぞ、気のせいか。いや、さっきからずっと同じ構えを何度もしている。そうか、間違いない。あいつは一つの技しか使えないんだ。やった。しゃっしゃっ、ヘキヘキ一戦。恐怖で引きつる顔を見せて。おっと、一つのことを極めろ。
切られたのか？俺が、あいつに、毒でろくに手足が動かせない奴に！夢を見るんだ。幸せな夢なんだ。俺は強くて、誰よりも強くて、弱い人や困っている人を助けてあげられる。いつでもじいちゃんの教えてくれたこと、俺にかけてくれた時間は無駄じゃないんだ。じいちゃんのおかげで強くなった俺がたくさん人の役に立つ夢。でも、もうダメだ。諦めるな。諦めるな。呼吸を使って少しでも毒の巡りを遅らせる。痛くても苦しくても楽な方へ逃げるな。じいちゃんにぶったたかれる。そうだ、炭治郎にも怒られるぞ。もしもーし。誰だ？もしもーし、大丈夫ですか？今の音、雷が落ちたのか？知るか！雷雲の匂いはしないと思うけど、刺激臭が強くなっててわからない。おい健次郎、そんなことはどうでもいいだろ。ボケっとすんじゃねえ。まだ鬼は残ってんだ。あ、わかってる。行こう。あと俺は炭治郎だ。炭五郎。風向きが変わったから、かなり鼻が効くようになってきた。これで鬼を見つけやすくなる。ん？体は大丈夫か、伊之助？これ式の傷なんともねえよ。少しも痛くないね。そうか、伊之助はすごいな。当然だ、俺は強えからだ。あのなあ、おい、次は誰だ？あの小さいやつか。誰でもいいからかかってこい。
しまちまと一人ずつ倒すのはめんどくせえ。おいオリュー、俺はここだぞ。ん？イノスケ、来るぞ。ぶった切ってやるぜ。行くぞ。こいつ顔が変だぞ。変な顔してやる。雲だ、雲の顔をしている。正気を保っていないのか。次から親分とよ。でなんて感情前だろうだ。大丈夫だ、少しは効いてる。このまま攻撃を続けよう。お前に言われなくともそうするつもりだ。そうか、頼りにしている。にじれるか。次から親分と呼べよ。ゴリャ、俺と変われ。弱ってきてんのか、そうじゃないのか、どっちだ。わからない、表情が読めない。だけど攻撃の手は緩めるな。奴が大きな隙を見せるまで攻撃を続けるんだ。俺に指図すんじゃねえ。恐れをなして震えてんのか。脱皮した。いや、でかくなりすぎだろ。やべえぞ、これは。敵からこれほどの圧を今まで感じたことがない。ダメだ、出ねえ。俺は死ぬ、殺される。死ぬな、俺が戻るまで死ぬな。どのような時でも誇り高く生きてくださいませ。負けねえ、絶対負けねえ。
俺は鬼殺隊の走りら伊之助だ。かかってきやがれゴミクソが。ズタボロにしてやる。もらった。おれか、俺の家族に近づくな。しかしよ、水の呼吸、死の型、極真。人たちの威力が違う。天地ほど差がある。すげえすげえすげえ。なんだこいつ。
ワクワクが止まらねえぞ。おい、俺と戦え、ハンハンバオリ。あの十二鬼月にお前は勝った。その前に俺が勝つ、そういう計算だ。そうすれば一番強いのは俺って寸法だ。修行し直せ、たわけ者。なに、今のは十二鬼月でも何でもない。そんなこともわからないのか。わかってるわ。十二鬼月とか言ってたのは炭治郎だからな。俺はそれをそのまま言っただけだからな。おい、なんだこれ、縛られてる。己の怪我の程度もわからない奴は戦いに関わるな。聞こえねえよ、早えんだよ歩くの。待てこら。随分と飛ばされた。早く伊之助と合流しないと。待っていてくれ、すぐに戻るからな。伊之助、大丈夫だろうか。無茶してなければいいけど。よし。姫、あっちだ。何見てるの？見せ物じゃないんだけど。何してるんだ？仲間同士じゃないのか。仲間？そんな薄っぺらなものと同じにするな。僕たちは家族だ。強い絆で結ばれているんだ。それにこれは僕と姉さんの問題だよ。余計な口出しするなら刻むから。違う。家族も仲間も強い絆で結ばれていれば、どちらも同じように尊い。血のつながりがなければ薄っぺらだなんて、そんなことはない。それから強い絆で結ばれている者には信頼の匂いがする。だけどお前たちからは恐怖と憎しみと嫌悪の匂いしかしない。こんなものを絆とは言わない。まがい者、偽物だ。なんて言ったの？お前、今なんて言ったの？すごい威圧感だ。空気が重く、濃くなった。伊之助、ごめん。頑張ってくれ。もう少し。この鬼を倒したら、すぐ行くから。必ず助けに行くから。何度でも言ってやる、お前の絆は偽物だ。お前は、お前は一息でも殺さないからね。そのズタズタにした後刻んでやる。でも、さっきの言葉を取り消せば、一息で枯らしてあげるよ。取り消さない。俺の言ったことは間違っていない。おかしいのはお前だ。間違っているのはお前だ。そう、それなら初めに言った通り、お前をズタズタにして刻んでやる。せい、待て。いや、帰りだ。
行くぞ。バラバラに刻んであげる。戦いにくい。一瞬の判断の遅れが死につながる。強い。負けられない。必ず首を切る。こっちだ。はぁ、死んでくれ。バラバラに刻んであげる。いくぞ。油断するな。少しも油断するな。相手の動きから目をそらすな。バラバラに刻んであげる。こっちだ。やせとバラバラに刻んであげる。まずい。とせバラバラに刻んであげる。かいだ。やせせかいだ。とはあ、死んでくれ。バラバラに刻んであげる。まだまだ。行くぞ。帰りだ。せい。まだまだ。死んでくれ。まだまだ。思ったより頭が回るやつだ。恐怖にひるまない。水の呼吸一の型。まあ関係ないけどね。水面蹴れ。刀が折れた。信じられない。この子の操る糸はこれまで切ってきた鬼の体よりもなお硬いのか。避けきれない。禰豆子、兄ちゃんをかばってごめんな。背負っている箱から女の子。でも気配が鬼だわ。兄弟か。だったらなんだ。兄弟。妹は鬼になってるな。それでも一緒にいる。ルイ。妹は兄をかばった。身を挺して。本物の絆だ。欲しい。ちょっと待ってよ。お願い。私が姉さんよ。姉さんを捨てないで。うるさい。黙れ。結局お前たちは自分の役割もこなせなかった。いつもどんな時も。待って。ちゃんと私は姉さんだったでしょ。挽回させてよ。だったら今山の中をちょろちょろする奴らを殺してこい。そうしたらさっきのことも許してやる。分かった。殺してくるわ。坊や、話をしよう。僕はね、感動したんだよ。君たちの絆を見て体が震えた。この感動を表す言葉はきっとこの世にないと思う。でも君たちは僕に殺されるしかない。悲しいよね、そんなことになったら。だけど回避する方法が一つだけある。君の妹を僕にちょうだい。おとなしく渡せば命だけは助けてあげる。何を言ってるのかわからない。君の妹には僕の妹になってもらう。今日から。
そんなこと承知するはずないだろう。それに禰豆子は物じゃない。自分の思いも意志もあるんだ。お前の妹になんてなりはしない。大丈夫だよ、心配いらない。絆をつなぐから。僕の方が強いんだ。恐怖の絆だよ。逆らうとどうなるかちゃんと教える。ふざけるのも大概にしろ。恐怖でがんじがらめに縛りつけることを家族の絆とは言わない。その根本的な心得違いを正さなければお前の欲しいものは手に入らないぞ。鬱陶しい。大声出さないでくれる？合わないね、君とは。禰豆子、お前なんかに渡さない。いいよ別に、殺して取るから。俺が先にお前の首を蹴る。威勢がいいな。できるならやってごらん。十二気づきである僕に勝てるならね。加減の5。やっぱりこの強さ、この子が本物の十二気づき。家族、父には父の役割があり、母には母の役割がある。親は子を守り、兄や姉は下の兄弟を守る。何があっても命を懸けて。何のことだ。僕はね、自分の役割を理解してない奴は生きている必要がないと思っている。お前はどうだ？お前の役割は何だ？お前は僕に妹を渡して消える役だ。それができないなら死ぬしかないよ。勝てないからね。糸は簡単に切れない。どうする？折れた刀身であの子の首が糸より硬い場合。嫌な目つきだね、メラメラと。愚かだな。もしかして勝つつもりなのかな。禰豆子！うるさいよ。このくらいで死にはしないだろう、鬼なんだから。落ち着け。感情的になるな。集中しろ。呼吸を整えろ。恐れるな。奴の懐に入って首を切るんだ。そして禰豆子を助け出す。禰豆子、少しだけ待ってくれ。絆は完成だ。お前の言っているのは絆じゃないと言ったはずだ。
でもそんなこと関係ない。このままでも接近すれば鬼の首は切る。接近しろ、恐れるな。今だ、全集中。水の呼吸、龍の型。糸の強度はこれが限界だと思ってる。技術特進。もういいよ、お前は。さよなら。ダメだ、この糸は切れない。まだ回転が足りない。さっきの糸とはまるで違う匂いだ。絶対負けるわけにはいかないのに。死ぬ、負ける。死ぬ。炭治郎、呼吸だ。息を整えて火の神様になりきるんだ。炭治郎、ほら、お父さんの神楽よ。うちは火の仕事をするから、怪我や災いが起きないよう、年の初めは火の神様に舞を捧げてお祈りするのよ。父さんは体が弱いのに、どうしてあんな雪の中で長い間舞を舞えるの？あれは肺が凍りそうだよ。息の仕方があるんだよ。どれだけ動いても疲れない息の仕方。正しい呼吸ができるようになれば、炭治郎もずっと舞えるよ。寒さなんて平気になる。火の神神楽。演武。こいつ。走れ、炭治郎。走れ。生きているように動く糸。瞬きをする間もなく、もう新しく糸が張られた。もし今一旦引いたとしても、水の呼吸から火の神神楽の呼吸に無理やり切り替えた跳ね返りが来る。おそらく俺はこの後すぐに動けなくなるだろう。だから今この瞬間は逃せない。肺を、足を、すべてを出し切れ。進め、前に進め。待て、見えた、月の糸。届け。禰豆子、起きて。禰豆子、今の禰豆子ならできる。頑張って。お兄ちゃんまで死んでしまうわよ。技術バケツ。わかる。切ることはできない。俺と禰豆子の絆は誰にも。
引き裂けない。父さんが助けてくれた。家に代々伝わる神楽でなぜ技を出せたのかわからない。でもそれで助かった。勝てた、勝てたよ禰豆子。目が見えづらい。体中に激痛が走ってる。呼吸を乱発しすぎたせいか、早く回復しなければ。俺はまだ戦わなければならない。伊之助を助けに行くんだ。早く。血の匂いが濃くなった。死んでないのか。首を切ったのに。僕に勝ったと思ったの？かわいそうに。哀れな妄想して幸せだった？僕は自分の意図で首を切ったんだよ。お前に首を切られるより先に。もういい。お前も妹も殺してやる。こんなに腹が立ったのは久しぶりだよ。立て、早く立て。呼吸を整えろ。急げ、早く。何の未練もなくお前たちを刻めるよ。決起術、あやめかご。焦るな、息を乱すな。落ち着け、落ち着けば。腕が上がらない。そうだ、俺は毎日毎日父と母が恋しくてたまらなかった。偽りの家族を作っても虚しさが止まらない。結局俺が一番強いから誰も俺を守れない、かばえない。強くなればなるほど人間の頃の記憶も消えていく。自分が何をしたいのかわからなくなっていく。どうやってももう手に入らない絆を求めて必死で手を伸ばしてみようが届きもしないのに。小さな体から抱えきれないほど大きな悲しみの匂いがする。温かい日の光のような優しい手。人を食った鬼に情けをかけるな。子供の姿をしていても関係ない。何十年と生きている醜い化け物だ。殺された人たちの無念を晴らすため、これ以上被害を出さないため、もちろん俺は容赦なく鬼の首に刃を振るいます。だけど鬼であることに苦しみ、自らの行いを悔いている者を踏みつけにはしない。鬼は人間だったんだから、俺と同じ人間だったんだから。お前は
どうして邪魔をするんです？富岡さん、鬼とは仲良くできないって言ってたくせに何なんでしょうか。そんなだからみんなに嫌われるんですよ。さあ富岡さん、どいてくださいね。俺は嫌われてない。ああそれ、すみません、嫌われている自覚がなかったんですね。余計なことを言ってしまって申し訳ないです。坊や。あ、はい。坊やがかばっているのは鬼ですよ。危ないですから離れてください。違います。いや違わないけど、あの妹なんです。俺の妹で。それで。まあそうなのですか、かわいそうに。では苦しまないよう優しい毒で殺してあげましょうね。動けるか。動けなくても根性で動け。妹を連れて逃げろ。富岡さん、すみません。ありがとうございます。これ対立違反なのでは。富岡さん、あ、そうだ、あの時俺たちが出会った人だ。禰豆子が鬼になって右も左もわからない俺に鱗滝さんを紹介してくれた富岡さん、そしてまたここでも助けてくれた、感謝しかない。体中が痛い、苦しい、痛いと叫びたい。でも我慢だ。足を止めるな、体を動かせ。少しでも遠くへ。富岡さんのこれは対立違反です。鬼殺の妨害ですからね。どういうつもりなんですか。なんとかおっしゃったらどうですか。あれは確か2年前のこと。そんなところから長々と話されても困りますよ。嫌がらせでしょうか。嫌われていると言ってしまったこと根に持ってます。伝令、伝令。炭治郎、禰豆子、両名を拘束、本部へ連れ帰るべし。炭治郎および鬼の禰豆子、拘束し本部へ連れ帰れ。炭治郎、額に傷あり、竹を噛んだ鬼、禰豆子。あなた禰豆子？額に傷がある。よし、拘束だ。ほら、さっさと行くわよ。他のみんなも撤収し始めてる。この山での戦いは終わったのよ。